こんにちは、平様です。では本日も3分プラグ始めたいと思います。一応。よいしょ。そうですね。今日もちょっとじゃあ、ファンの方の話をさせてもらおうかなと思うんですけれども。迷惑ってほどではないんですけれども、迷惑被ったってほどではないんですけれども、あまりいい気はしなかったっていう、いい気はしなかった、あまりいい気はしないよっていう、アドバイスでもないな。まあまあまあ、ちょっと僕の、体験をもとにちょっと話させてもらうんですけれども、まあファンレターいただいて、そこに書いてある内容で、まあ、恋愛相談とかをされる方って、まあ実は結構いらっしゃるんですよ。まあ好きな人がいてっていうのももちろんですけど、私の彼氏がこんなんでとか、まあもちろん私の旦那がこんなんでとかね、まあそういうことを書いてこられる方もいたりするんですね。全然それはいいんですけれども、まあね、変な言い方ですけど、他人の恋愛事情なんで僕は面白おかしく見れるんで全然いいんですけれども、ちょっと困るなっていうか、あれなのが、私、某〇〇っていうバンドの、ギターと付き合ってますとかね、そういうやつ、なんか、バンドの頭文字のこうアルファベットとか書いて、でパートは何々です、その人と付き合ってますみたいなことをね、僕に書いてきて、なんかそれで恋愛を相談されるとかね、困ります何も言えないです、これはまあね、全然知らない人でもちょっと困るんですけど、これはちょっと知ってる人がね、あの人って僕が、会ったことあるでとかいうような人だと、まあ困りますよね。次その人に会った時僕見る目変わっちゃいますし、あとまあその情報を僕にくれるってどういうことなんっていう気もするんですね。これがじゃあ例えばすごい大先輩のバンドの方だったりとかしたら、いやまあ迷惑ですよね。何これ、私誰々知ってんだけどっていう、なんか自分の後ろ盾をこうなんか僕にアピールするなんかの圧力これとか思っちゃうんですよ。むしろあとじゃあ逆にですよ、後輩とかだった場合なんていうの、いや僕先輩としてバンドマンにアドバイスすることありますけどね、そんな恋愛のねってことにまで僕はどうこう言うことはないんで、いや僕にその情報いらないですよねっていうのが思うんで、なんかそれやめてほしいなっていうのを思うんです。あまりいい気はしないんですよね。これ誰が得するねんっていう話。あとなんていうか、そういうことを言ってくるような女の人とあの人付き合ってんだって思うと、その人もすごいなんていうかプラスにはならないと思うんで、なんていうかな、いや公にされてる場合はいいんですよ。まあ基本的には公にされてないこと多いと思うんで、あまり僕もいい気しないですっていうことです。以上。いや、ほんまね、年に1回ぐらいあるんですよ、そういうの。